ああ お兄さん、殴らせるわ。困った人だね。です。申しません。どちらさんですかね。先ほどお電話差し上げたものです。お待ちしてましたよ、秋山社長。勝手に人の事務所に上がり込んで名前も名乗らない。フェアじゃないな。秋山さん、あなた、パク・ミレイさんは自殺じゃない、そうお考えのようですね。もう一度聞くぜ。誰なんだあんたは。警察組織の人間、そう思っていてくれれば結構です。そうは見えないけどね。まあそれはいい。警察の人間が俺に何の用だ。それもこんなコソコソした相方で。まず私の話を聞いていただきましょうか。パクを殺した犯人はダイナチェアでトレーナーをしていた荻田という男です。そこまではいいですか。続けてくれ。マネージャーの保有ビルから突き落としたのも彼でしょう。しかし彼がダイナチェアの人間を殺した背景にはある組織が絡んでいる。
私は今その組織を追っているんです。今回の事件、裏で糸を引いているのは近江連合のフロント企業として巨大な力を持つ大阪工業という会社です。大阪工業、バックに近江連合か。いや、この大阪工業というのが厄介な会社でね、決してボロを出さない専務をしている金井家門という男が実動隊として動いているという情報以外、我々警察も何もつかめずにいる。金井？荻田と一緒に行動していたようです。人弁紙を使ってパクの遺書を偽造したのもその男です。なるほど、あいつか。我々警察は事件後彼らを泳がせて監視を続けています。近江連合は今7代目の後目争いで何が起きてもおかしくない状況でしてね。そういうわけでこれ以上あなたが首を突っ込むのはやめていただきたい。本当かい？俺には首を突っ込めと言ってるようにしか聞こえないんだけどさ、あんたの目的は何だ？忠告はしましたよ、秋山さん。へえ、いろんなのが出てくるね。まったく、大阪工業に近江連合か。パクさん、あんた何に巻き込まれちまったんだ？儲かってまっか、スカイファイナンスは。またあんたか。今度は話せる人間を連れてこい。そういや、あんた、袴田さんだっけ？近江連合の人間だったな。そうや、近江の怖さ知るんはこれからやで。グッドタイミング。は？実はさ、近江連合のフロント企業っていう大阪工業って会社で専務やってる金井って男に会いたいんだけどさ、ちょっと案内してくれない？大阪工業やと？お前どこでその名前を？答えは？これはただの仕返しだけはすまんようになったな。なるほどね、やっぱりそういう感じの間柄なんだ。何を調べようとしてんのかわからんけども、その名前が出た以上しっかりその口塞いでおかんとな。死ねえ！さてと、それじゃあ家内に会わせてもらおうか。何する気やお前。あんたには関係ない話だ。家内はどこに行けば会える？確か蒼天堀から車で1時間くらい行ったところに大阪工業のオフィスがあったはずや。そこに行けば会えるんとちゃうか？ふん、随分と町から離れたところにオフィス構えてるんだな。そらそうや、あない物騒なもんが町ん中にあったら大変やろが。ん？まあ専務ともなれや外回りの仕事は下っ端に任せて、普段はオフィスでデスクワークでもしとるんとちゃうか。デスクワークね。
俺が言うのもなんだけど、そんなたまには見えなかったけどな。いずれにせよこちらから出向くしかなさそうってことだな。ああそうそう、あんたと会うのももうこれっきりにしたいんだけどね。いいよな。わかった。俺もよ、もうあんたの顔には飽き飽きしてたとこや。やっと意見があったな。ここで間違いなさそうだな。なるほど、こういう場所なわけね。誰や。関係者以外立ち入り禁止いう文字見えへんかったが。いや、お宅の専務さんだっけ。金井さんって人に用があってお邪魔したんだけどさ、お取り次ぎ願えない。金井やと。そうか、やっぱりな。やっぱりって何。ここの専務を金井がしとるっちゅうことを知ってるやつの職業は二つや。一つは大阪工業の社員、もう一つは府警四課の連中だけや。なんだよ、あの刑事に一杯食わされたってことか。こうなったらどう言い訳しても分が悪そうだ。力ずくで通させてもらうぜ。ここがどないな場所なのか分かっとんな。いわゆる参拝でしょ。それも処理なしで放置するだけの悪質なやつ。そこまで分かっとんなら話は早い。お前の死体そこのスクラップの山に生ゴミとして放置したら。
の時ダイナジアにいた。どうして？お前、その怪我。金井にやられたんや。金井に？お前ら仲間だったんじゃないのか？だったぜ。常にプロの仕事を要求してきやがるくせにギャラは最低。おまけに途中で契約解除されても違約金さえ取れない契約を結ばれた。それが普通だろう。芸の世界というのは数字で結果が出る世界じゃない。何をもって仕事とするか明確にするのが難しい世界だ。パクにも同じこと言われたわ。その恨みでパク社長を殺したってのか。堀江ちゃんにまで手をかけて。いや、そうやない。実はある仕事を頼まれたんや。仕事？ああ、実は俺はこの大阪工業系の闇金に多額の借金があってな。バクに契約を解除されて金がないから返済を待ってくれって言ったら逆に仕事を頼まれたんや。あるものをバクから奪ってきたら借金をチャラにしてくれるって。あるもの？バクが別れた元旦那から受け取った手紙や。なんだそりゃ。どういうことだ？連中はパクの元旦那ってのを探し出そうとしてるらしい。パクの手紙からその居所をつかもうとしとんや。とにかく俺はダイナチエの事務所に忍び込んでその手紙を探した。金井っていうあんたともやりようたヤクザと一緒にな。ああ。だが結局手紙は見つからんかったわ。それで俺らはパクが事務所に戻ってくるのを待った。戻ってきたパクを捕まえて手紙のありかを聞き出そうとしたんや。でもあいつは口を割らずに逃げ出そうとした。ここで逃げられたら俺は終わりや。そう思って夢中で追っかけて気がついたらパクの頭を廊下に叩きつけとったわ。それっきりあの女は動かなくなってもうた。クソ、なんてこと。自殺の偽装は全部金井がやった。恐ろしく手慣れとったべ。他殺の証拠が残ってたら事件現場にあったものは何でもかんでも警察に押収されちまうからな。その間になんとか手紙を探し出してパクの元旦那の居所を突き止めるつもりやったんや。だから自殺に見せかけたってわけか。堀江ちゃんを殺そうとしたのはなぜだ？堀江を殺そうとしたんは金井や。手紙のありかを吐き出させようとしたん。俺は何も知らんの一点張りや。そして揉み合った挙句突き落とされたんや。パクさんの別れた旦那ってのは一体何者なんだ？そこまでは知らん。俺が知ってることは全部話した。なあ頼む、俺も被害者なんや。死にとうない。全部洗いざらい警察に話す。
せやから俺をこっから連れ出してくれ、頼む。お前に被害者面されちゃパクさんが浮かばれねえよ。頼む、死にたくねえ、助けてくれ。今から騒ぎが起こる。逃げたきゃその隙を見て勝手に逃げりゃいい。なんやあんた、何する気や。もともとは金井に会いに来たんだが、お前と話して奴を殴らなきゃいけなくなったんでね。やめとけ、あんた少しくらい腕が立つからって。金井はあいつは化け物や。早くこっから出た方がええ。このまま手ぶらじゃ帰れないんだよ。金井は施設の中か。だったらどないする。通させてもらうぜ。おもろいこと言うやないかい。なかなか笑えるで、東京もんにしちゃ。ああ、そうかい。こっちは今カッカ来てるんだね。やるなら死ぬ気でかかってきな。よう言うたわ、上等や。Ah!